今回は相手が悪かったんだ。諦めるしかないね。そう、気を落とさないで、エル。何か問題でも？ええ、今仲間から報告があってね。ダルメキア軍との交渉は失敗に終わったって。ベアラーたちは銀霊商団が買い取ることに決まったそうよ。私たちが提示していた額も決して安いものではなかった。でも彼らはその倍の額を提示したらしくて。こんな状況だから軍も金が必要なのはわかるけど。最後に覆されたか。悔しいわ。あと少しだったのに。どうしたんだ、クライブ。随分と話し込んでいるようだが。テオドール、実はね。この話は俺たちで進めてた話だろ。なんで銀霊商団が割り込んできたんだ。どこかで耳に入ったんでしょう。大掛かりな取引だったもの。とにかくこのままにはしておけない。今から銀霊商団に直接掛け合ってくる。クライブ、立ち会ってくれないかしら。構わないが。ありがとう、いつも助かる。ランデラ関所の近くに彼らを呼んでおくわ。現地で落ち合いましょう。テオ、あんたはカシロクで受け入れの支度を進めておいて。仮にこの取引が失敗しても今後のベアラー保護で役に立つから。また魔物が出ないかしっかり確認しておくのよ。おい、兄貴、この先のことなんて後で考えりゃ。もしかして姉貴は銀霊商団の誘いを断るつもりなんじゃ。それならそれでまた一緒に運び屋を続けられるから俺としては嬉しいけど。でも姉貴が呪縛に囚われてるままだとしたら、いずれは何とかしてやりたいし。テオドール、やめやめ、考え事は一旦後回しだ。姉貴がああ言ったんならこっちも腹をくくらないと。それじゃあ早速今後に向けての支度をしておくか。俺は仲間と一緒にカシロクに行って整備を進めるよ。クライブ、すまないが姉貴のこと頼む。よく無茶しちまうからしっかり見ておいてやってくれ。ああ、わかった。ランデラ関所の近くか。俺も向かうとしよう。敵将を超えられるんだよ。よし、行こう。行け。エルイーズ、待たせたな。銀霊商団の連中は？来たわ。わざわざ呼び出して何の用だね、エルイーズ。とぼけないで。
ベアラー買い取りのことよ。あの取引は私たちと軍の間で行われていた。それを横から奪うなんて。何を言うかと思えば、あれはもともと我々が目をつけていたもの。お前の商談入りを祝おうと運び屋の最後の仕事に花を持たせてやるつもりだったが、入団しないのならその必要もなくなった。考える時間が欲しかっただけ。約束を保護にしたわけじゃない。ねえ、あなたたちからベアラを買い取らせてもらうことはできないの？それは無理な話だ。あれからすぐに買い手が見つかり、ベアラーたちは顧客の手に渡ったからな。すでに我々の持ち物ではない。その顧客というのは？外大陸の商人だよ。バリスゼアと外大陸では文化が違うようでね。ベアラーの輸送中も食事を欠かさず、身なりも整えるよう指示を受けている。まったく面倒なことさ。それは本当なの？ああ、本当だと思う。嘘をつく理由もないだろう。ベアラーたちも外大陸に買われる方がマシな暮らしができるかもしれんな。分かったわ。そこまで動いてるなら今回の件は諦める。でも入団の話もなかったことにさせて。そうか、残念だよ。残念だったな。今回の失敗は私自身が招いたことだわ。みんなには黙ってたけど、ベアラーの状況を先に掴んでいたのは実は銀霊商団の方だったのよ。彼らは混乱に乗じて軍の内部に潜り込んでる。そこで知ったみたい。ちょうどその頃入団を誘われてた私は誘いに乗るふりをして近づいた。そして先に軍に交渉を持ちかけたの。そうだったのか。商談には気づかれてたみたいね。私が本当は入団する気がなかったことも、脇を固めきれなかった私の失敗、もっとうまくやれていたはずなのに。エルイーズ、ベアラーたちが不自由なく暮らせるなら私たちが無理をして保護する必要はない。分かってはいるけど、私の手で自由にしてあげたかった。エルイーズ、大変だ。カシロクの仲間から知らせがあった。村の奥に凶暴なドラゴンが出たらしい。テオが応戦してるそうだが、早く助けに行かねえと。なんてこと。エルイーズ、俺が行く。クライブ、手をお願い。なんだか嫌な予感がする。私たちもすぐに向かうから。テオドール、急ごう。行くぞ。行け。ここからは歩こう。
テオドールは？村の奥だ。あっちにはエーテルダモリも出てるってのに、テオドールのやつまだ戻ってこねえ。頼む、早く助けてやってくれ。すぐに向かう。早くテオドールを見つけないと。こいつはドラゴンがアカシアに。まずはこいつを倒さないと。
クライブ。テオドール、よく無事で。その姿は。俺は、ベアラーだから少しくらい、いけると思ったけど。エーテルだまりに、長くとどまりすぎちまった。さっきのドラゴンが、思いのほか強くてよ。でもさすが、シロだ。あのデカブツを倒した。これでみんなの村に。テオドール、ありがとう、クライブ。少し落ち着いたわ。あいつは勇敢だった。ドラゴンを相手に最後まで。テオドールはきっとあんたのために戦い抜いたんだろう。私のために。私はあの子の思いを無駄にしてしまった。テオドールの思いか。あいつはあんたに商人になってもらいたかったようだ。そう、私が商人を諦めたことをずっと気にかけて。エルイーズ、聞かせてくれないか、あんたたちのことを。私たちはカンベルの商家の子として生まれたの。それなりに名高い家だった。両親は私に商人としての気質があると見込んで、あらゆる教育を受けさせた。でもテオは違ったわ。テオが15の時、ベアラーだったことが分かったから、両親はテオを憎んで役所に突き出そうと。だから私はあの子を連れて家を出た。それからずっとベアラーの保護を続けているそうだな。テオドールが心配していた。自分を助けたことでそれに縛られているんじゃないかと。だからその呪縛から解放してやりたいと。
正直に言えば何度か考えたこともある。あの時テオを助けずに商人の道を選んでいたら、私はどんな人生を歩んだんだろうって。それでも後悔はしていない。弟と一緒に暮らせたことが何よりも幸せだった。テオの笑顔を見るたびに助けてよかったって本心から思えてたの。でもテオはずっと負い目に感じてたのね。私の方こそあの子の呪縛になっていたのかもしれない。テオドールはこうも言っていた。姉貴に助けられてからずっと幸せだった。これからは自分の人生を生きてほしいとな。あんたたち兄弟は呪縛になってなんかいない。互いに自分の人生を歩み互いに思い合っていた。きっとそれだけだ。ずっとずっと二人で生きていきたかった。テオといるだけで私は良かったのに。テオ、テオドール、このまま運び屋を続けるわ。きっとテオも分かってくれる。私は運び屋という仕事を通じて人を救うことに心から喜びを感じてた。だからこれからもそれを続けていく。いろんなものを運んで多くの人を助けて、たくさんのベアラーを保護していく。私が何かを運ぶことで人々を笑顔でいっぱいにしたい。あの日のテオのような笑顔に。それが私の生き方。これまでもこれからも。そうか、俺もあんたに協力する。これからもずっとな。ありがとうクライブ。私と今は亡き我が弟から心より感謝を。気を抜くな。次で最後か。
手ごわそう。ありがとう、アンブロシア。これは。物の仕業。生き残りはいないのか。終わったようだな。教団の者たちか。旅の方、助かりました。お前たちは。おや、そのブローチは雄筆様の。失礼いたしました。クライブ閣下でございましたか。動く異物が現れ、調査が滞っていたのです。ですがあなた様のおかげで無事に完遂できました。無事にだと？仲間が何人も死んでいるというのに調査を続けていたとは。なぜ止めなかった？我々の使命は
アルテマについての調査、ゆえにそちらを優先したまでのこと。死んだ者たちはそれで納得するとでも？ねえ、彼らもまた最後まで使命を全うしたのですから。閣下、ここに参られたということはご用件があったのでは？ああ、シリルに頼まれて調査報告書の回収に。でしたら雄筆様にはこちらをお渡しいただけますと。我々の使命はすべて大義のため、不死鳥の炎の絶えんこと。命を犠牲にしてでも使命を全うする、それが大義だと。ともかくタボールへ戻ろう。お戻りになられたようで。ああ、教団員から調査報告書を預かった。渡しておこう。陳謝いたします。アルテマの痕跡を得ることができればよいのですが。クジェトフでは教団員の一部が犠牲になった。仲間が襲われている間も他の者は調査を優先したそうだ。お前がそう命じたのか？ いえ、彼ら自身が選択したこと。大義のためならば命を落とすことも厭わない。教団員は皆それを受け入れております。その考えを改めることは？これは我が不死鳥教団に古くより伝わる心情であり、教理。閣下、あなた様が何を命じられたとしても決して覆せるものではございません。宗主の命を果たすことこそ我らが使命、そして不死鳥教団のあるべき理由なのですから。教団のあり方に口出しできないことは分かった。だが一つだけ聞いてくれ。俺は人命を犠牲にしてまで使命を優先すべきだとは思わない。調査するにしても護衛をつけるなどやりようはあるだろう。ジョシアがいかなる世界を目指しお前たちに命を下したのか、それを今一度考えることだ。閣下の助言しかと受けたまわりました。我々は根性の宗主ジョシュア様を信仰しております。我ら赤翼の徒はたった一人の主に従いその命を全うする。ご理解ください。あなた様がナイトとしてその席を全うするのと同じことだと。そうか。では閣下、どうぞ大義を見失われませんよう。塔に荒らされた店も。
野党どもめ。悪い奴らなんて。よう、クライブじゃないか。ルボル、あれから住民たちの様子はどうだ。うまくいっているのか。なあ、おかげさまで。コンラート率いる自警団とナターリエが束ねる支援団、急ごしらえの割には野党の襲撃にも対処できてる。ほんと、あんたらに一芝居打たせた甲斐があったぜ。おじちゃん、聞いて、ルボルったらすごいんだよ。みんなを仲直りさせたからダリミルの市長に選ばれるかもしれないの。候補の一人として俺の名が上がってるってだけさ。でももし市長になれたらもっと多くの孤児を救えるかもしれないな。そうだクライブ、あんたに頼みたいことがあってよ。どうかしたのか。実は支援団が確保してる食料や物資のことを野党どもが嗅ぎつけたみたいだ。そいつを奪うためにバラバラだった連中が手を組み始めた。まるで野党連合さ。奴ら日に日に大きくなってやがる。悪い奴らがどんだけやってきても町のみんなで倒すのに。そうだよねルボル。まあな、しばらく平気だろう。だがいずれは手に負えなくなるかもしれない。そうなったら多勢に無勢、自警団と支援団が協力したって数で負けちまう。だから今のうちに一つずつ潰すことにしたんだ。そこであんたにも野党の討伐を頼みたくてな。もちろんちゃんと礼はするぜ。引き受けてくれるか。いいだろう。助かるぜクライブ。あんたなら楽勝で片付けられるだろう。野党どもの居場所はビクトルが詳しい。砂漠門あたりにいるだろうから話を聞いてもらえるか。ああ、わかった。ダリミルの首長って何する人なの。野党連合か。ビクトルに話を聞いてみよう。さあさあ、最高の野党連合。ダリミルの首長ってのを立てるんだって。ドレイクファングがなけりゃ。市長ってのは町のまとめ役。お客さん、何をお探しだい。はい、どうも。ありがとね。野党に荒らされた店も元通りです。ビクトル、まだこの町にいたんだな。おお、シドじゃないか。もうコストニセ難民街に戻ったのかと。ちゃんと戻ってるぜ。ただ最近はこの町にいることが増えてな。野党討伐を手伝ってるうちにこの町に愛着が湧いてきちまった。それにルボルや自警団の奴らにも頼りにされてるしよ。ほっとくわけにもいかないだろ。そういうことか。それで今日は何の用だ。ルボルに野党の討伐を手伝うよう頼まれてな。あんたから話を聞くよう言われたんだ。おお、そうか。ちょうど自警団の連中と段取りを決めるところだった。町の周囲に野党どもがたむろってやがる。連中が野党連合に合流する前に撃退しようと思うんだが、あんたが力を貸してくれるなら心強い。俺はどこに向かえばいい。そうだな、ではベルクロイ川の岸にいる奴らを頼めるか。わかった、すぐに片付けよう。
力を使うぞ。よしたか。野党に荒らされた店も。
力を頼むぞ。少しばかり見れる。ビクトルが言ってたのは奴らか。一気に片付ける。おいお前ら、あいつダイビルの傭兵じゃねえか。やっちまうぞ。片付いたな。シロ、無事か。おお、野党ども撃退してくれたようだな。ああ、だがどうしてあんたもここに。ちっとばかりまずいことが起きた。急いで町に戻ってほしい。何があった。町の奴らが大騒ぎしてる。ルボルがベアラーだったって。どういうことだ。ああ、自警団が野党を撃ち漏らして何人か町に入り込まれちまったんだ。その時ルボルのところの子供たちが襲われたんだが、ルボルが魔法を使って助けたんだよ。クリスタルを持たずに。クリスタルなしで魔法を。そんなことベアラーじゃなければありえない。みんな驚いたさ。あいつはこれまで人として暮らしてきた。俺だってそう思ってた。だからあいつにそのつもりはなくても、みんなを騙してたと思われても仕方ない。確かにな。この先何が起きるかわからん。ひとまずあんたもルボルのところへ来てくれ。ああ、わかった。まったく、やっちまったよ。とっさに魔法を使ったら、まさかクリスタルを忘れてたなんて。いつかはこうなると思ってたけどさ。ごめんなさい、俺たちが逃げ遅れたせいで。ごめんなさい。気にするな、バレるのが少し早まっただけだ。二人が無事ならそれでいい。見ろよ、ベアラー野郎だぜ。あいつ、俺たちを騙してたんだな。いずれにせよ、このままにしておくのはまずい。とにかく住民たちを落ち着かせないと。こんな状態でまた野党に襲われてもしたら、守れるものも守りきれんぞ。急いだ方が良さそうだな。ああ、二人で説得して回ろう。俺は住民たちに片っ端から話してくる。シド、あんたは酒場へ行ってくれ。自警団のコンラートと支援団のナターリエを頼めるか。ルボルと親しい俺が行けばかばい立てしてると思われかねん。だがよその証人だと思われてるあんたなら少しは信用してもらえるだろう。やるだけやってみよう。ルボル、今は下手に動かない方がいい。
子供たちと一緒にここで待っていてくれ。わかった。すまねえな。やけにベアラーの肩を持つんだな。うちの店の前で騒ぎを起こさないよね。奴にまんまと騙され。取り込み中のようだが、少しいいか。なんだ？どこかで見た顔だが。確か、ファイアビュート商人団のアンダーヒラさんだったわね。ああ、ルボルのことで話がある。知ってるわ。ベアラーだったんでしょ。奴に騙されてたなんてな。危うく市長に押すところだった。ルボルはこれまで町のために働いてきたと聞いている。ダリミルがうまくやってこれたのは彼がいたからじゃないのか。どうせ人のふりをしてでかい面したかっただけだ。私たちはベアラーに従ってたのよ。許されることじゃないわ。人だろうがベアラーだろうが、ルボルがやったことは変わらないだろう。あんたと奴がどんな関係かは知らんが、これは俺たちダリミルの問題なんだ。口を出さないでくれるか。ダメだな。住民たちはどいつもこいつも話すら聞いちゃくれない。こっちも同じだ。まともに取り合ってくれそうもない。今は何を話しても無駄か。仕方ない。ひとまずルボルに状況を伝えよう。そうだな。ビクトルのやつ。クライブ、町のみんなはどうだった？ああ、それなんだが、やっぱり誰も聞いちゃくれないか。時間を置いて冷静になればきっと分かってくれる。なんとかして住民たちを落ち着かせよう。もういいさ。そこまで必死になることじゃない。ルボル、俺のお師匠が口癖のように言ってた。武器は嘘をつかない。お前が撃った武器はお前の鏡だ。自分に嘘をつくな。自分を信じろってことだ。お師匠も自分が撃った武器で殺されたくせによく言うよって笑っちまうけど、それでも自分を信じてる人だったから最後の瞬間は後悔してないように思う。だから俺も俺自身がいいと思ったことをする。いっそこの状況を利用しちまおう。ここで俺が悪者になればダリミルはさらに結束が強くなる。そうなれば野党連合が襲ってきたってきっと負けやしない。俺は頃合いを見てダリミルを去るよ。嫌だよ。ルボルがいなくなっちゃうなんて。ルボルはずっとダリミルにいてくれるよね。俺がここにいちゃお前らにとっても良くない。それくらいはわかるだろ。バカなことを言うな。子供たちにお前が必要だろ。とにかく今は状況が変わるまで待つんだ。もういいんだおっさん。ああそうかい。お前にとってはこの町も子供たちもその程度だったんだな。なんだかバカらしくなってきたぜ。俺は何のためにお前たちのことを。ビクトル、もういい。好きにしろ。ルボル、このままでいいのか。仕方ないさ。他に策もないんだ。そうだ、野党退治は助かったぜ。ちゃんと礼は出しておくよ。さてと、旅支度を始めるとするか。何かあったらすぐに知らせをくれ。ありがとな、クライブ。
お偉いさんが自治領から帰ってきて。自治領はひどいありさまって話だぞ。この壁の内側の兵士たちが。君もあの人に賛同するのか。俺はザンブレクの兵士だ。なんだか嫌な雰囲気だわ。夜の帳は大丈夫かしら。ああクライム、一体どうしたら。ノースリーチが分裂してしまうかもしれない。何があったんだ。実は先日この町にオビトの賢人が戻ってきたわ。オビトの賢人。ええ、ザンブレクの祭りごとを取り仕切るご賢人の長だった人よ。その名の通り首都の姿勢を任されていたから、みんな今もオリフレム公って呼んでいるけど。その彼がどうかしたのか。オリフレム公がお触れを出したの。このノースリーチをザンブレクの新たな拠点にするって。彼は町の住民から財産を徴収、それを礎にここを軍の中枢にしようとしている。なんだって。私たちが話しに行ってもまともに取り合ってもらえない。あんな無茶な要求、住民を追い出したがってるとしか。兵士たちはどうなんだ。以前青く光る魔物が現れた時はフィリップがうまくまとめてくれていただろう。オリフレム港についているようね。もともと軍の上層部を失っていた彼らが指導者に従うのは理解できる。だけどお触れに納得のいかない住民はそんな兵士たちを敵視するようになった。いくら兵士がまとまったところで住民と敵対してしまっては意味がないわ。このままじゃ壁の内側と外側のひがみ合いどころか住民と兵士の争いになってしまいそうで。そんなことが。そうだ、もしかしたらクライブの話なら聞いてくれるかもしれない。あなたは青く光る魔物を倒して兵士たちからも信頼されている。そんな相手の意見なら彼も無下にはできないはずよ。クライブ、オリフレム公と話し合ってもらえないかしら。ああ、俺でよければ力を貸そう。よかった、ありがとうクライブ。まずはオリフレム公に会う必要があるな。彼は今どこに。訓練所にいると思うわ。わかった、行ってこよう。ご賢人の一人オリフレム公か。話ができるといいが。お偉いさんが来てくれたのはいいんだけど。マダムが町をまとめてくれてたのに。おい止まれ。なんだ、マダムのところの用心棒じゃないか。今日はどうしたんだい。オリフレム公がここにいると聞いた。彼に会わせてくれないか。今は住民を通すなと言われてるけど、きっとあんたなら問題ないだろう。この前町を助けてくれた恩人だ。少し待ってくれ。そうか、先日この町を救ってくれた腕利きの傭兵とは貴様だったか。改めて礼を言うぞ。それで私に何か用でも。この町をザンブレクの新たな拠点にするそうだな。ああそのことかね。よその者に話すことでもないのだが、貴様も町の行く末が心配なのだろう。だが今後のことは我々に任せておけばよい。このノースリーチからザンブレクは再建されるのだ。再建だって。この町は被害も少なく軍の設備もある。まさに再建のための拠点にふさわしい。ザンブレクはオリフレムに続いて自治領をも失った。コートとしての機能は
今や皆無と言ってよい。そこでこの町を新たな拠点とし、ほど近いノルバーントリデを要塞とする。この一帯に堅牢な城塞都市を築くつもりだ。我々がこの町を守る。話に聞く青く光る魔物とてもはや敵ではなかろう。あの魔物は危険だ。いつ襲われるかもわからない。あんたは住民の財産を徴収しようとしているそうだが、そんなことはやめて彼らと協力して対処に当たるべきだ。民というのは誰かが導いてやらねば動けんよ。すなわち国を立て直すために優先すべきはその中枢。何よりも先に行政を整備せねば。彼らの財産はそのために使わせてもらう。何も搾取するばかりではない。国に使えるなら給金を出すとも伝えた。それなのに私が無茶な要求をして追い出したがっていると、住民を先導する輩もいるようだが。この町は彼らのものだぞ。その通りです。ザンブレクの再建が大切なのは分かります。ですがまずは民を第一に考えるべきでは。サビーヌ、祭りごとには口を出すなと。お父様のやり方はただ彼らの反発を生んでいるだけです。国を立て直さずして何が民か。また民をないがしろに。そのような愚行、神がお望みになられると。お前に何がわかる。出直すとしよう。反発か。当の住民たちがオリフレム校のやり方をどう思っているかも気になるな。彼らの話も聞いておいた方がいいかもしれない。まずは壁の外側か。まさかあの方が生きておられたとは。壁の内側の兵士たちが妙に騒がしくないか。おや、何かご入りよう。聞きたいことがある。オリフレム校についてあんたはどう思ってるんだ。その話かい。商人たちはみんな怖がってるよ。どうせ今度も真っ先に追い出されるのは壁の外側にいる俺たちだろうってさ。ああいったお偉方が勝手してたせいで俺たちはこんな目に遭ってるんだからな。マダムがお偉方から守ってくれるって言うんなら喜んで支援するんだけどね。自治領はひどいありさまって話だぞ。この気持ち悪い町が慌ただしくなっているようだが。ええ、オリフレム校が戻ってからは不満だらけ。好き勝手しすぎなのよ。ノースリーチにはマダムがいる。オリフレムや自治領とは違うんだから。彼女を随分と信頼しているな。マダムはこの町のことを考えてくれているもの。あの人はノースリーチの長みたいなものよ。あんたの店は調子どうだい。客も減ってパッとしないが、なんとかな。今のところは小麦の在庫があるが、ムーアがああなっちゃう。その少しいいか。オリフレム校のことを聞きたくてな。まったく、とんでもない話だぜ。俺たちはずっとこの町で暮らしてこれまでなんとかやってきたんだ。いくら国の偉い人だからってここを好きにしていい理由にはならないだろう。俺はあんな人に従うつもりなんてないね。最後まで抵抗してやるつもりさ。こんなところか。次は壁の内側でも聞いてみよう。
君もあの人に賛同するのかい？俺はザンブレクの兵士だ。仕方ないだろ。一つ聞かせてくれ。オリフレム校のやり方についてどう思ってる？抵抗はあるよ。でもな、よそはどこも荒れてるそうじゃないか。みんなが救われるのが一番だけど、なかなか全部はうまくいかないもんだ。だったらオリフレム校が言うように、まずは国を立て直すべきじゃないかってね。そのために町を去れって言うなら、きっと仕方がないことなのさ。お偉いさんが来てくれたのはいいんだけど、マダムが町をまとめてくれてたのに。皆さん、どうぞ召し上がっていって。おい、あんた、さっきオリフレム校と何か話してたな。住民たちと協力できないか申し出ていた。彼にその気はないようだが、あんたはどうするつもりだ？もちろんオリフレム校に従うさ。ここの住民やマダムには恩義もあるけど、俺にも家族がいるからさ。国や町よりもまず家族を守らなきゃいけない。そのためならたとえ誰に恨まれようとしがみついてやるよ。またそのようなくだらぬことを。お父様は何も分かっていません。町で噂を耳にしたんだが、オリフレム校はここを軍の拠点にするらしいな。あんたは彼の考えに従うのか？当然そのつもりだ。俺たちはザンブルク兵。彼に従わない理由はない。それにオリフレム校のお考えは公国を再建するためのもの。住民たちには悪いが、時が来たら分かってくれるだろう。そういえばフィリップはどうしているだろう？魔法がまともに使えりゃ。巡回が終わったのか。例の魔物の様子は？今ここにいたのか、フィリップ。あんたは確かクライブとか言ったな。前日は助かったぜ。俺もちょうど例の魔物の偵察から戻ってきたところさ。それで何の用だ？オリフレム校のことを聞きたい。お前も彼のやり方に従うつもりなのか？正直に言えば悩んでるよ。ザンブレクの兵士としてはあの人に従うのが真っ当なんだろうけど。フィリップ、お前は以前ここはマダムあっての町だと言っていた。ああ、今もそう思ってる。悩むくらいならその気持ちに素直になればいい。そうだな、その通りだ。決めたよ。俺は俺の信念を通す。守りたいものを守るのに形なんて関係なかった。すまない、クライブ。ちょっと用事ができた。また後で会おう。さて、状況は大体つかめた。一度イサベルへ報告に戻るとしよう。クライブ、戻ったのね。オリフレム校との話はどうだったかしら？ああ、実は。ザンブレクの再建、この一帯を城塞都市にするだなんて。青く光る魔物の脅威もある。強固な都市を作ることには賛同するわ。だけどここの住民をないがしろにするのは話が別。再建を願えばこそ、住民と協力できればより良い町にできるでしょうに。彼は国や行政があってこその民と考えている。そもそも
協力関係が成り立つとは思ってないのだろう。町の様子も見てきたが、住民たちはあんたを慕う者が多いようだ。一方で兵士たちはオリフレム校に従っている。それぞれ意志は固いように見えた。やっぱり兵士だって自分たちの国を立て直せるとなればそう思うのは当然だもの。住民と兵士、町の分裂は避けられないのかしら。そうなったら、なった時だ。お前、その姿は。ああ、ザンブレク軍を辞めてきた。連中ごちゃごちゃうるさいから、殉職扱いにしてもらったよ。フィリップ、どうして。俺は、あなたにつくと決めたんだ。夜の女王。でもそれは、オリフレム校のやり方に嫌気がさしたからじゃないぜ。ノースリーチのためさ。青く光る魔物の脅威は去っていない。こうしている間にもまた現れるかもしれない。奴らが町を襲ってきたらみんなの命が危ないからな。だったらまずは町を守らないと。マダム、俺たちならできるはずだ。クライブ、あんたと話して覚悟を決めた。俺は、俺が今できることをする。もしもの時には俺も力になろう。今できること、私は町が分裂するということを恐れすぎていたのかもしれない。そうね、今は町を守りましょう。ありがとう、フィリップ。大事なことを気づかせてくれて。いいってことさ。さて、町周辺の警備を始めたいんだが、夜の帳の連中と相談しても構わないか。ええ、お願い。任せてくれ、マダム。ありがとう、クライブ。あなたやフィリップがいてくれるだけでも心強いわ。私も今できることをしながらオリフレム校との話し合いも続けてみる。何かあったら報告するわね。その時はまたよろしく、クライブ。ああ、いつでも言ってくれ。オリフレム校に従ったらここで商売なんて続けられねえよ。清野倉、これで揃った。隠れ家へ戻ろう。指導、お待ちしていました。球体遺物は回収していただけましたか。これでいいか。
こちらで間違いありません。シド、ありがとうございました。早速加熱炉の製作に取り掛かりますね。シド、ご覧ください。名付けてテラモン加熱炉、この工房の自信作です。なかなか立派じゃないか。これもシドの協力があってこそ。何かお礼をさせてください。前にも言っただろう、気にする必要はない。でしたらシドの薬カバンをさらに使いやすくするというのはいかがでしょう。また薬カバンか。実はテラモン加熱炉の試験運用として製鉄をしていたのです。その際、ごく少量ながら偶然に硬さと柔軟さを合わせ持つ特殊な金属ができまして、この金属を薬カバンの取り付け金具に用いればさらに使い勝手が良くなるかと。そういうことならありがたく受けよう。わかりました。それではしばらくお待ちください。どうです？なるほど、これは使いやすいな。ありがとう、助かるよ。こちらこそありがとうございました。この特殊な金属を実用化できれば、隠れ家での生活を格段に向上させられるでしょう。ここで生活する皆さんが何の不自由なく暮らしていけるようにする、それが我々の目標です。シドの協力で完成したこれらの装置をもとに、いつかその目標を達成してみせます。ああ、期待してる。みんなのために頼んだぞ。ですね。こちらがあなた宛てに届いた品です。はい、どうぞ。また来てくださいね。最近の食事はいつもから売ってるの。どれも似たり寄ったりね。まさかそんなことが。兄さん、いいところに興味深いことが分かったよ。以前アルテマを神と見立て、いくつかの宗教を調べたことがあった。その中の一つがジョシア君が追っているものと一致してな。僕と不死鳥教団はフェニックスゲートの地下、典型の間に合った壁画を頼りにアルテマを調べていた。でも壁画が描かれた背景まではつかみきれてなかったんだ。それが今語り部のおかげで見事につながったというわけさ。マザークリスタルを祭り、かの者を神と崇める信仰、その名はマリアス教。かつて古代パリスゼア全土に広まり、鉄王国の国教クリスタル聖教の源流ともなった記録に残る最古の宗教だ。パリスゼア全土、つまり灰の大陸にも。灰の大陸には
古い城や砦が残ってると聞いたことがある。もしかしたらあの壁画が欠けることなく残っているかもしれない。どうしても行かなきゃならない理由ができたよ。歴史はこうやって紡がれていくか。所在の知れなかった我が子モースの筆録、ジョシア君の手元にあったのは驚いたが、その筆録のおかげで一つの真実にたどり着くことができた。これからもどうか大事にしておくれ。ええ、大切にします。ジョシア、灰の大陸へ向かう手はずが整った。話をしたい。ラウンジまで来てくれ。わかった兄さん。クロもエンタープライズに乗ってみたいな。テトもお船でマリス勢を旅してみたいな。遅くなったね。これからウォールードの王都ストーンヒルへ向かい、ドレイクスパインを破壊する。まずは影の海岸に上陸、そこから陸路でストーンヒルを目指す。灰の大陸は未知の領域、それに状況からウォールード王国そのものがアルテマの支配下であると考えられる。そのため上陸は最低限の人数で行く。俺とジョシュア、それとガブ、同行してくれ。石膏としてのお前の腕が必要だ。ああ、任せろ。後でビビアンのところへ行って地図を確認しておく。ミド、エンタープライズは俺たちを降ろした後、周辺の海域で待機していてくれ。ただし危険になったらすぐに船を出してそこから離れろ。半分了解、半分拒否。全員乗せるまで絶対引き上げないからな。ジル、君にはミドたちの護衛を頼みたい。ええ、分かったわ。エンタープライズのみんなを守ってみせる。あなたたちが戻って来られるようにね。ジル、君は。みんなそれぞれ支度を。クライブ、お前も支度が済んだら出かける前に一声かけてくれ。ああ、わかった。どうした？何か用でも？お前と話したかっただけさ。マザークリスタルもいよいよ最後の一つだ。いつも通り留守は預かる。思いっきりぶっ壊してこい。ああ、行ってくる。